じゃあ次は山アジサイの挿し木をちょっとやってみますね。山アジサイ今こういう形で作っています。でももう伸びてきたんですよね。伸びてきたんで、ここでピンチ切ることによって高さを調整するのと、切ったやつはもう挿し木で使えるんで、まあ、もう今の時期は挿し木はちょっと難しいんで、アジサイに関しては、まあ、その方はその場合捨てる場合が結構あるんですけど、もうもったいないんで、こうやって、挿し木を切ります。切るところは切るとこ、まあある程度下からか下に芽があるところから切りますね。下に芽があるところ、芽を残して切る、そうそうですね。こうあるとすると、ここに芽が出る、次の芽がここを切るとここから芽が出るんですよ。でここを切ります。ここですね、はい、ここはきちんと切ります、はいはい、でこれだとここから出るんで、上切りすぎるとちょっと差し穂も取れないし、ちょっとまた高くなるんで、下の方からできるだけ下の方から切ります。これに関してはやっぱここから切ると背が高くなるんで、ここからも芽が出るんで、ここから切ります。でこんな感じで、これはこれで後からこう株がきれいにできるんで、まあ、一石二鳥。これに関しても低く仕立てるっていうのは、なんか見た目が綺麗になるように、閉まってくるってこと。そうですね、閉まって咲かせるため、もううち薬使わないんで、媒介剤とか、できるだけ低く咲かせるためには低く切ることです。でこれの伸び方によって盆までにもう一回切る場合もあります。伸び方によって、まあ、ギューって伸びたらまた、はい、盆以降に切ると花芽飛ばすんで、盆まで切るなら盆まで、でこれはちょっと違う品種を先に切ってたやつがあるんで、これから先に、で下葉を取ります。で上の葉っぱを半分ちぎります。あ、やっぱりちぎる。でこれに直刺し、土がやばいんでそのまま刺せますからね。葉っぱを取る、下葉を取る、下葉を取る、ちょっと上の葉もある程度蒸散を防ぐために半分むしります。でこれで3分の1は埋めてあげます。はい、こういう感じで下葉取って、下葉取ってむしるむしるむしる。これは葉っぱはハサミで切らなきゃいけないとか、そんなルールはない？ない。大丈夫？大丈夫だった経験上これやっぱりそのまますると、こう、教科書にはバケツで短い水揚げっていうのが基本です、はいはい、けどそんな暇はないんです全部直刺してすぐ水やるとそれでも大丈夫です。そこに 2,3 日前刺したやつがあるけど、ちゃんと戻ってますね。みんな見てる人、本当は水揚げした方がいいです2時間ぐらい水揚げした方がいいです。でちゃんと箸かなんかで穴を掘って、優しく埋めた方がいいですって書いてありますけど、はい、まあ教科書通りした方が本当はいいです。でもこれでもつがりました。でとりあえずちょっとこれ刺し方が大きいんで2本刺してます、はい、この細いのになると3本ぐらい刺そうかなと思います。山アジサイの苔玉がすごく綺麗なんですよ。今年も作ってたやつがほとんど売れてしまって。あ、見ました見ました、山アジサイは結構苔玉に合いましたね、丈夫で。でも去年も春に巻いたんですけど、ちょっと春巻きは早すぎて、秋に苗を作って秋巻きした方が管理が楽で綺麗に仕上がるっていうのもあって、今苗を作って秋に巻こうかなと思ってます。山アジサイに関して苔玉にするってこと。そうですね、まあ、Y 化剤も何も使わないんで、ある程度自然な形で咲いてくれるんです。
ってある程度苔にも耐えるし水やりもちょうど苔玉に合っているような感じでしたね。結構珍しい品種も多いんで。これ松田さん、この山アジサイの花の色は、ええ、普通のアジサイと同じような考え方でいいんですか？そうですね、はいはい、あんまり酸性が強いと青になっていくんですね。でアルカリ性が強いと赤になっていく、うん、これと軸がちょっと細いんで3本刺しにします。種類が違うんですか？違うんです、うん、種類が違うと色が違う。ああ全然違うし、ガク咲き、手まり咲きとかいろいろあるんですけどね。細いですね、やっぱ茎がね、これは花びらに特徴があってちょっと斑が入ってあるんです。斑ってなんか、なんで白くなるんですか？そうそうですね。松田さん、こっちは、はい、刺して何年ぐらいですか？去年生き残ってです、外で鍛えて1年年を越したと。そうそうです、うん、去年先発ぐらいからしてですそれの生き残りですじゃあ強いと考えてもいいんじゃないですか？そうですね、はい、松田さんは鍛えるんですよね。鍛えたけどちょっとついてこなかったもう1日ガラガラにしたら終わりですから。強いのしか残ってない、うん、トップの2枚は残してた方がいいと思う。そうですね、はい、まあ、いや、やっぱ切ってもいいんですよ。でもある程度、うん、これぐらい残しても水の蒸散は抑えられたんでいいかなと思ってます。これは水揚げしていない分ですね、早くちょっと水やらなちゃいけないんですよ。これで刺し方が終わったんですぐ水やります。そうです、これが今朝刺したやつ、これが昨日刺したやつ結構たっぷりやるんですね。はい、最初はですね、たっぷりやらないと染みないんです。こっちが 4,5 日前に刺したやつで、これガンガン出るで乾かすと一発でもうチュルチュルになります。これが6月1日に挿したやつで、うん、これは珍しい種類でもう1本ずつ挿したんですけどね、むちゃ綺麗です。大きくなってますもんね。これが5月19日に挿したんですね。もうこれも長くなったんで一回もう一回切らなくちゃいけないんです。ピンチしなくちゃいけないんですよね。これも3本刺ししてこんな感じになるんで、でもこれだったらちょっとまだ長くなるんで、さっきみたいにこういう感じでピンチしてやって、脇芽を出させる。そうすると来年綺麗にする。こうしないと背が高くなってしまうんですよ。はい、こう今切ることが大事、うん、それを盆までに切らないとそれ以降に切ると花を飛ばすことになるんで、あんまり9月になって切ってしまうともう来年花咲かない場合があるから気をつけてやらないといけない。で来年用にこう切ってるのがこれですね。サシを取って、
来年用に締めて咲かせるために今切ったやつがこれ。これはちょっと苔玉には大きいんで、こっちの苗を使いますんで、これぐらいの鉢だったら苔玉開けるから、でこう切ることによってここから脇芽が出てくるんですよね。これを手間をかけていかないと、このまま育ててやるともう伸びすぎになっていくからですね、ちゃんと切ってこう広げていかなくちゃいけない、作業がちょっと増えていくんですよね。で、来年用の苔玉の苗作りをしているところです。